定山放送鉄雄でございます。皆さんお疲れ様です、えー。帰ってきました。自宅でございます。 えー、結構ですね、あの、何回か2回ぐらいに分けて、あの、会社のトラブル集やりましたね。あのー、思った以上に好評で、あの、ありがとうございます。えー、っと、とても嬉しく思っております。えー、トラブル集まだいくつか、<laughs> いくつかっていうか、あの、引っ張り出そうと思えばまだまだたくさんあるんですが、あの、ここらで、あの、変化球だったトラブル集の、えー、っと、もう一つ変化球いこうかなと思います。あのー、女性の方からコメントいただきまして、 でその,あのトラガールっていう言い方嫌いな女性の方もいますけどトラック乗りの女性の方のあのトラブル回避方法とかあのヒヤリハット的な事例とかですねあの女性としてあの運送業で働いていくのがちょっと難しいので、えっと、その対処法なんかをあの 教えていただけませんかっていうまた変化球にかぶせて変化球というそういう、えー、とご質問が来たので今日はですねそっちの方をお答えしようかなと思います。はい、でですね、えー、ある貧乳の女性のお話をしようかと思いますね。はい。えー、<laughs> 急になんだよって思うかもしれませんがあの前回巨乳の話をしましたのであの今回はですねやっぱりあの男っていうのはでかいのが好きな人もいればですねやっぱりですね俺は貧乳派だぜみたいな貧乳こそ正義みたいなあの男 子どももいるわけなんですよね。なのでここは平等に扱わなければいけないということで、今日は貧乳のお話をしますね。貧乳でございます。はい。えー、<laughs> あのあるあの会社に僕言いましたらあのー。 ある日ですねあの30歳半ばぐらいの女性があの入ってきたんですよ。でそこって別にあのスーパーの配送とかコンビニとかあのそういうウィング車とかそういう楽な仕事じゃなくてあの高材関係の非常にあの男の職場みたいな。あの トラックの会社だったんですよそこにあのそしてですねそのあの女性はすごく細身で綺麗な人だったんですよ。であのまあ貧乳は貧乳だったんですけどあの何て言うんですかね髪もこう長くて黒くて。でこう 体つきもほっそりしててあのとても綺麗な人でしたおよそあの運送会社にいるようなあの感じの人ではなくですねどっかあの、まあ、丸の内で OL やってますみたいな、えっと、そんな OL というかなんかあの秘書やってますみたいなそういう感じの秘書あの秘書じゃないや <laughs> あの人でしたねあのとても綺麗な人でした、えー、30歳半ばぐらいだったと思うんですが、えっと、その人が工材、えっと、関係の会社に、えっと、トレーラーの運転手として入社してきたんですよ でその人はあの、まあ、別に貧乳のことは全然関係ないんですけれども世の中には貧乳好きの男がいると言いました、はい、なのであのそういうのが好きな男たちがあのたくさんいたんですよねなのでもうあっという間に大人気になりましたね、はい、ただその女性やっぱりですね高材関係の会社に、えー、と1人で入ってきて、えー、と女性でトレーラーの運転手をやるっていうのでやっぱりですねどこか一風変わった人なんですよ はいなのですごく人当たりは良くてあの丁寧なんですけどもあの会社の言うことはまるで守んない人なんですよねこれ不思議っちゃ不思議なんですけれどもあの 例えばあの班長みたいな人がいてそこで仕事の指示をもらったりするんですけどもあの全然言うこと聞かないんですよあの労働時間とか休憩とかあの仕事のやり方とかですね全然言うこと聞かないんですよねまあそれでなんか自分のやり方でやって普通は1時間ぐらいで終わるのをなんか3時間ぐらいかけてやってたみたいなそれでなんか何やってたんだみたいなことを言うといや私なりにちゃんとやってましたって安全管理をちゃんとしてましたとかあの なんか正論みたいな感じで言ってですねで。であんまり。 あのその班長も言いたくはないんでしょうけどいやあ,のあんたは女だからみたいなこと言うとあそれじゃあ裁判しますみたいな,なんかそういう感じの人だったんですよねでその班長ももうあのダメだ俺には無理だっていうのであのもう一つ上役の,あの専務会社の専務にあの俺もうあいつの面倒見れないからって言うんで専務には投げたんですよそしたらあの専務もいろいろ言ったらですね同じような対応をされましてえそれでダメだな無理だなみたいな感じ になってただその女性の方はですね他の会社の人とか他の会社の会社係とかにはあのすごく丁寧で優しくてであの面白い人でいもうあの現場では大人気なんですよね。 はい、ただあの会社の言うことを聞かないので会社の上の人間からはあのものすごく嫌われてるという、はい、こういうことなのであのそれってあのそ,のあの方その女性の方なりの,あのトラブルの回避方法だったのかもしれないなって今考えると思ってますやっぱあの自分の身を守るためにやっぱりあの割と強めのバリアを張ってるんじゃないかなと思いますただその強めのバリアを張ることによってやっぱりあの会社とギクシャクし,てしたりと とか、あの運転手同士でなんであいつばっかり悲いしてるんだよ。みたいな陰口聞かれたりとか、あのなかなかあのそこら辺のさじ加減は難しいと思いますね。はい、そしてあの周りの会社の貧乳好きの男たちはですね。もう予定だかって手伝ってくれるわけなんですよ。仕事をであの鋼材の仕事なんかわりかしらあの？ 安全規則もも結構めんどくさいいでですす。し、ガッチャも重いですでトレーラーの使うガッチャなんていうのはもう、まあ、男でも片手であの持つの結構重いぐらいの感じの、えー、ガッチャをですね3箇所も4箇所もかけるわけなんで、えー、それで、えー、とその彼女の車にみんな <laughs> 左右に2人ずつぐらい集まってあの小箱を取ってあげたりとかですねそれでもやっぱりあの3時間ぐらい時間かかってあの。 会社に帰ってきてきです、ね、あの残業稼いでんじゃないかみたいなこと言われたらそれセクハラですよみたいなあのそういうやり取りを事務所でやってるのを何度か僕も聞いたことあります。なのでまあ女性のトラブル回避術っていうのはあの仲良くやればですねやっぱり他の男どもの嫉妬も買いますけれどもやっぱり会社の上の人間とはある程度あの意思疎通はあれとしておいて、えっと、周りのやっぱりあの運転手連中の間ではですねあの若干のバリアは張っておいた方がいいんじゃないかなと。 仕事手伝ってもらいたいけれども仲良くしたくない、えー、こういうあの考えはあの非常に多いと思いますただですねなかなかそれは難しいんですよねなので仕事は手伝ってもらわなくていいので、えー、仲良くしないっていうなら話は簡単なんですけどやっぱり重いも持ちたくないとか楽したいっていう気持ちは本音だと思うので えー、手伝ってほしい手伝って欲しいので、えー、若干、IQ を振りまくみたいな、えー、ことをするとですねあの、わらわら寄ってくると、はい、こういうことになります。まあ、別にこれ、貧乳も巨乳もあんまり関係ないんですけれども、はい、やっぱりあの好みありますので、でまあ、その人の例ばっかり出すのもあの申し訳ないんですけれども、結局、えー、その人はですね、あのメンタルがあの実はものすごくメンタル強い人で。<laughs> 鋼のメンタルを持ってる女性だったのであの周りに何言われてもあの何に陰口聞かれてもあの全然あの揺るがない女の人だったんですよねはい本当に鋼のメンタルを持っててでその人にで僕は別に好きでもないし嫌いでもないしただの同僚としてあのお話あのしてたんで,であの1回飲みに行ったこともありまして。 ね、あの何々さあの、まあ、こういう風になってるよねって会社と揉めてるよねみたいな話したら「ああ別にいいんですと」と、えー、その彼女いわく「私はあの会社に仕事をしに行ってるんであって友達作りに行ってるんじゃありませんと」とはっきりこう言ってのはばからないっていう人でしたね。まあ、結局なんかあの何年かしてあの辞めて、えー、違う仕事に就いたみたいなんですけれども。 はい、まあやっぱりそういうあの鋼のメンタルを持っていればですねあのそういう男ども引きずれて仕事手伝ってもらってまああの3時間とか4時間とか車止まってるのは何してるのか正直分かりませんそれは聞いたんですけれどもあのちょっとよくわかんないみたいな感じの答えでしたね私そんなことしてないみたいなことだったのでただあのアナログのタコグラフだったんでどこで何時間止まってるのかはあの見ればわかるんですけどねはいまあ、えー、とちょっとよくわからないですね。まあでその 止まっている空白の時間に何してるかっていうのも、やっぱりあの男どもがあの下水想像をするんですよ。はい、これも本当にえー、っと下水想像です。はい、はっきり言ったらあのどっかでなんかしてたんじゃないの？みたいな。はい、そういうこう。陰口聞かれるので。 あのちょっとメンタルの弱い女性の方は結構大変かもしれませんなのでメンタルの弱い女性の方はですねそもそも女性がたくさんいる、えー、トラックや運送会社に行くことを僕はお勧めしてます例えばあのダンプの仕事であったりあのミキサー車、えー、コンクリートミキサーですねはい、えー、とああいう仕事はですねわりかしあの女性の運転手さんたくさんいますそしてあのトイレなんかもあの女性用と男性用とちゃんと分かれてて更衣室なんかもある会社ありますねはいあと今は結構あの大きめの準、えー 大手みたいな会社でえっ、ー、と食品輸送とかですね、あとあの雑貨もんで手摘みみたいなのでもそんなに重い雑貨をやらない会社ですね、ウィング車、発行車みたいなそういう会社でも女性の運転手さん何人かいらっしゃるのでえっ、ー、とまあ、そもそもそういう会社には行っていただいた方がえっ、ー、といいんじゃないかなと。そしてやっぱ女性が何人かいればやっぱりあの分散しますし、あの働いている男どもも,も女性慣れしているのであんまりあのわちゃわちゃ集まってこないです。はい。 なのでそっちを選んでいただいた方がいいかなと、あの、交際関係とか現場関係とかあの、資材減量系みたいな、あの、そういう仕事だとですね、あの、女性系、女系がまるでないので、あの、もう浮き足立っちゃってしょうがないので、あの、変な噂立てられたり、あの、妙にあの、近づいてこられたりとかですね、で、あの、無限にするとあの、陰口聞かれたりって、まあ、男っていうのは、あとにかくそういう子供の部分がたくさんありますので、えー、注意していただきたいなと思いますね。はい。 えーまあ、その会社にです、ね、あのお父さんが働いてるとかそういうのだったらまだ、えー、とそっちであの違うバリアーになりますしねあのそういうのはいいかもしれませんね。はい、あのんこ入社だったらいいと思いますよあの社長とか専務とかの、えー、といとことかあの姪っ子みたいな、はい、そういう会社だったら別に大丈夫かもしれませんねあのやっぱりですね、えー、は入る会社選び、はい、これがあの一番重要になるんじゃないかなと、はい、僕はこのように考えます。 はいまあえー、と他にも、ね、あのトラブル、えー、女性運転手の方トラブルありましたらコメントください。えー、それにちょっとあの沿ったようなあのアドバイスを、えー、もしできるならさせていただきたいなと、はい、このように思います。えー、本日、訂山放送、以上になります。どううもありがとごございましたごきげんよう